は外回り 2200m に今年は12頭です。ババコンディション不良で迎える一戦。この競争の1着馬のオーナーにはアメリカジョッキークラブ賞が贈呈されます。今からは少し青空も見えるようになりました。スタンド前、スタンドから見てみて12番ボッケリーに収まってゲートインが終わります。スタートしました。ほぼ揃って出ました。馬が先手を取るか、真ん中から促して4番湘南バシット、内から1番アイルミントスもバシット、3つ目に出す。